いつもご覧いただきありがとうございます。ショーミー時計店ゴーダです。時計を販売したり、時計の情報を発信したり、時計を作ったりしています。よろしくお願いします。今回の動画では、考えておきたい時計の保管方法、こちらについてお話をしていきたいと思います。まあ、コレクションが多くなってくると、ついついどう保管していいかわからない時計たち。まあ、この一気にね、5本10本とか買うわけではなくて、まあ、1本1本増えていったりするコレクションなんですけれども、ではそのコツコツ増えていったコレクションをどう保管していくべきか、まあ、そういったことについて今回の動画ではお話ししております。よろしくお願いします。ショービド時計店日曜日勉強会。はい、今回は、考えておきたい時計の保管方法、こちらについてお話をしていこうと思います。時計のコレクションがいくつか増えてくると問われるのがその保管方法となります。今回の動画では使用していない時計の保管、どういうふうに置いておけばいいのかみたいなことを今回の動画では話しておりますが、知らず知らずに時計に害が及ぶリスクもはらんでいるこちらなんですけれども、コレクションが多い方ほど考えていただきたい題材ではありますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは早速行ってみましょう。まずですね、考えておきたいのが、知った上で気をつけたい時計のリスクというのがあります。はい、時計に対するリスク、やっぱりよく言われるのが、まず湿気で、お次はほこり、そして磁気。だいたいね、大きいリスクっていうのはここの3つぐらいなんですよね。でついつい保管するということはどっか の場所を構えてそこに置くわけなんですけれども、いつも使う机の上なんかに時計のコレクションを並べてしまうと結構邪魔になったりとか、やっぱりこうここに置くとダメだよねっていう風になっちゃいますので、やっぱりこう目は届くがあんまり触らないような場所に行きがちなんです。あんまりやらない方がいいのはやっぱりこの高温多湿、ここでかかってくるんですけども、人間が思っているより、例えば押し入れの中に入れたりする場合とかあったりしますが、押し入れの中にもね、シリカゲルとか入れて湿気取りなんかするご家庭もあるかと思いますけども、やっぱりこの思っている以上にこの押し入れの中というのは湿気が、結構多いです。確かめる方法としてはですね、ご自身で一回その押し入れの中でずっと過ごしてみるということを体験されると一番分かりやすいかと思いますが、暑くて折れないとかですね、結構湿気がジメジメするとかいう体感ができます。これは時計も全く同じ話で、人間が居心地悪い場所は時計に対しても居心地が悪いです。はい、なので、ここで防げるのは日光とかいう、そういう直射日光は防げるんですけれども、やっぱりこう湿気、ほこり、このリスクは離れませんので、できればやっぱり避けたいなというところです。はい、そういうことでですね、まず湿気、ほこりなので、あんまりこう暗い場所とか、隅っこなんかに保管するのはやめておいた方がいいですよということで、次はですね、あとは磁気なんですね。やっぱりこれ目の届きやすい場所に置きがち、つまりですね、テレビの周りとか、そういったところに置きがちなんですけれども、一昔前であればね、ブラウン管のテレビでテレビの上に行った方がいい方も割といらっしゃいました。やっぱりコレクションなんで分かりやすい場所に行って置くんですけれども、磁気の温床であるテレビなんていうのは近くに置くとリスクでしかありません。やっぱりこう磁気を帯びるものではありますので、そういったところではテレビとかテレビ台っていうのは避けた方がいいです。スピーカーもですね、やはりその類なので、ステレオなんていうのもちょうど物が置きやすいいいスペースではありますが、やっぱりここに置くと磁気のリスクにさらされますので、時計は置かないようにしておきましょう。思っている以上に磁気は出ますし、磁気というのは目に見えないです。いつの間にか磁気を帯びして、あれ時計の調子が悪いな、悪いなということは時間が狂いやすいなという現象が起きたりするんですが、やっぱりこうそういった方で、あれ時計が狂うんですけどっていうふうにお持ち込みいただいて、方位磁石を当てるとぐるんと針が回ったりします。そうなってくると完全に磁気を帯びをしてますので、できればそういった場所も避けていただきたいなというところですね。はい、ここから先はですね、時計の種類によってのお話をしていこうと思います。まずクォーツ時計、電池を動力源とするクォーツ時計なんですけれども、まず電池がないとそもそも動いてくれない時計なんですが、頻繁に出番がある時計、本当に週に何回かつけるとかですね、週に1、2回ぐらいの頻度でも、もう頻繁と呼んでいいのかなと
思いますが、この場合はですね、動かしておいた方がいいとは思います。わざわざそれにおいて時間の調整とかすると結構面倒なことになりますので、クォーツの良さ、放っておいても動いてくれるっていうクォーツの良さを最大限に活かして、こういった1週間に2回以上頻度がある場合は動かしておきましょう。そのまま置いて、先ほど言ったようなリスクにさらされない場所でしっかり保管してあげるのがベストかなと思います。で、お次がですね、しばらく使わない場合、このしばらくというのはですね、1週間以上、1ヶ月ぐらいですかね、それぐらいの単位で使わない場合というのは、リューズを引いて、このクォーツ時計ってリューズを引くと時間が止まるんですね。だいたい秒針止め機能がついてますので、こういった時計に関しては秒針止めの状態にして、いえば動かしていない、動かしていない状態をキープすることによって、いえば電池の消費を防ぐことができます。なので使っていない時計に関しては一度リューズを引いて止めておいてあげましょう。そうすると余分な電池の放流を防げますので、次使う時でも、時間を合わせるというちょっと煩わしさは出てきますが、やっぱりこうリスクが一つ、電池が減るというリスクが減らすことができます。で、お次はですね、長期間使わない場合、かなりですね、本当に何ヶ月かもう使わない、下手すれば何年も使わないという場合はですね、やっぱりこうクォーツそのまま置いておくと電池がなくなってしまい、で、そして止まった電池は、そこまではいいんですけれども、内部の電池からですね、液が漏れて、このムーブメントをこう劣化を思いっきりさせてしまうわけです。ちょっと劣化するというレベルではなくて、もう下手したらムーブメント取り替えとか、年月コード放置するので、それぐらい劣化っていうのは思った以上に進むわけなんですよ。なんでこの場合はやっぱり電池を抜いておく、時計店とかに持ち込んで電池お願いすると抜いてくれますので、電池を抜いて、でも電池が入っていない状態で保管していただくと、リスクも少なくなりますので、そういった状態で置いておかれたら時計にとっても優しい環境なのかなと思います。もう使わないともう決めている時計に関しては、いっそのことを電池を抜いて置いておきましょう。やっぱり良くないのが、放っておいて電池が切れて、で液が漏れる、これが最悪の状態と思っていただければと思います。で、お次は機械式時計になりますが、機械式時計、頻繁に出番がある場合、この場合はですね、パワーリザーブの時間が何時間なのか、一般的によくある自動巻きの時計なんていうのは38時間とかで、この38時間っていうのはあくまでも満タンから38時間になりますので、この場合次使う時までに、38時間パワーリザーブで2日または3日以内に使う場合でしたら、ワインディングマシンなんかにかけておくと、時間を調節わざわざせずにそのまま使えるっていう良さがあるんですけれども、これがパワーリザーブだとそうですね、結構今やったら長いモデルも増えてきてます。70時間とか80、ティソなんかも80時間ですね。で、こういったモデルの場合は満2日以上動く、満3日以上動くということになりますので、3日に1遍ぐらいの頻度で使っている場合は、バインディングマシンがゼンマイが満タンであれば必要ないですよということになりますので、いらないかなと、そのままコレクションボックスなどに入れておいて、使いたい時につけるでいいのかなと思いますけれども、それ以上ですね、それ以上放置することが多い場合、やっぱその場合っていうのはですね、もうワインディングマシンにかけて、わざわざですね、内部をずっと動かし続けて劣化を進めるよりも、いっそのこともうしばらく使わない場合は止めておくと、潔く止めておいて、また使う時に時刻を調整して使われるのがいいのかなと思います。なので、クォーツにしてもですね、機械式時計にしても、もう使わないよという時計に関しては、いっそのこと止めておくのが、ベストな保管方法なのかなと思います。ここで考えておきたいのがですね、しばらく使わない時計、こちらについては、片付けるのか断捨離するのか、ここで2択変わってきます。本当に時計というのはですね、正直使ってなんぼっていうものです。使ってあげて初めて時計冥利に尽きると言いますかね、時計も役割を果たせるわけなんですけども、ただ単にずっと壁に飾っているであればですね、別にもうただのコレクションと言いますか、そうですね、今は資産目的で持たれる方も多いかと思うんですけども、それであればですね、また次使いたい時買えるように、いつもとそれをお金に変えておくとかいうのも一つの方法かと思います。それが長期間保管することによって
高く売れるものであればまた置いておくのも一つかと思いますけれども、その分中身というのは劣化は確実に進みますので、あのメンテナンスをしっかりする費用とか、まあ、そういったもろもろのことも考えた上で見合うかどうかというのを一度決められることをお勧めします。ただ持っていてもやっぱり維持費がかかりますし、その維持費が捻出できないのであれば潔く手放すのも一つの方法かなというところですね。ぜひそういったところも振り返って考えていただければと思います。はい、まあ、時計というのはですね、安全にかつですね、やっぱり使ってあげて、大切に保管するのが一番かと思いますので、ぜひそこも考えながら、保管方法というのを考えていただければと思います。やっぱり野ざらしといいますかね、置いておくと何か物が倒れてくるというリスクもあったりしますので、湿気と埃と時期だけではなくてですね、何か物がぶつかって破損するっていうリスクもありますので、ぜひ置き場所というのはよく考えた上で、保管していただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。また先日、エポスの懐中時計、2003ASL をお買い上げのお客様ありがとうございました。わざわざですね、県外から買いに来て、実店舗も買いに来ていただいて、結構ね、悩まれた上にエポス決められたんですけども、やっぱりこうエポスのスケルトの機械の動きなんか見ると、これを送られる方も大変喜んでくれるんじゃないかなと思います。ぜひ時計の詳細に関しては概要欄からご覧ください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。こちらの動画が参考になりましたら、高評価だったりチャンネル登録、コメントもどしどしお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。